俺昭和55年の春に、はい、だからあのまだ親方まだ現役の大関貴乃花56年、55年俺は入ったの、うん、親父は56年、辞めたの、ね、辞めたのね、うん、だから現役か、部屋の師匠が55年の大関貴乃花の時に入ったんだよね、うん、だから まあまだ現役の大関バリバリでこんなごっつい時だよな、うん、でも実際どっちが良かった、え、自宅にいんのと親方のとでもね、やっぱねいきなりすごいっ、やっぱ俺はもうだってもともとだってヤクザから来て夜逃げ同然で来てるから、だからそれはもうだって親方のとこ行ったら、うん、もう天国と地獄よまず食い物の心配しなくていいし、飯はさ2回ついで親指を返してこうやって両手で出しなさいとかね、うん、俺はだってもうそんなことなんか習ったことないし、兄弟も6人7人ってさ、もう誰が早いかとか言って用意どんで一番うまいもんバーって食って食ったもん勝ちだから、そんな生活、そうそうそう、だから力関とこう なんだろう、飯食いって時に大概こうまあとんかつとか肉とかこう大体端から普通に食べていくけど、力関真ん中の美味しいところが食べるんだよねそれで俺も子供だからに、あれなんでいつもそこ真ん中から食べんのって聞いたら、いやそれはお前兄弟多いから、まあ言ったら戦争だからな飯はとか言って、一番うまいところから先に食わなきゃ損するよ、そうそう、やっぱ兄弟多いからうまいもんは一番最初に食わないとなくなるから、秋の島っていうのはさ、うまいもんを最後まで残す、残すタイプなのよ、だからもう最後までこう、こうなんていうの、ネチネチとこう最後まで美味しいとこは最後までって分かるだろ、まるで逆なんだよな性格がな、ほで3万1匹飯5杯とか言って、それでさとか言って、いやいやそうやって親方のとこ行ったらもうだってもう食いもんだって、うん、もうそんなのもう若、ま、元気だし、ね、だから若鷹と同じもん食べさせてもらってたから、え若鷹そんないいもん食べてたんですか、親方だけステーキ食ってさ、はいはいはい、お前らあの豚のこま切れだとかそういうことはしないよ、うちの師匠は、さすがに、だからもうそれ考えたらさ、うん、もう一人ごくつぶしが一人いるんだね、うん、それもさ、あの佐渡畑の部屋みたいに、うん、だってこうお金をちゃんと取るんじゃなくて、親方全部自腹で俺のやつ本当に居候みたいな形でずっと半年間飯食わしてもらってんだもん。佐渡ヶ岳の件に関しても昔から言われてたじゃないですか、そのお金のことはね、なんかあれだけど、まあ、今回まあそういうのも聞いた上で、そこのことに関しては公になったからいいんじゃないの、うん、公になって、これからだってこの YouTube で入っちゃいけないランキングパート5とか言って俺が全部作るからさ確かにいい親方5とかさ、この親方はいいとかさ、うん、この親方は酒癖悪いけど人間はいいとかさ、うん、あるな、うんうんうん、